あれ、君は。ル？どうした、こんな時間にこんなところで。え？何か用でも。ロケット。中を見たのか。見たのか。そう。だったらいいんだ。わざわざ届けてくれてありがとう。感謝するよ。そのさっきは錯乱しているだのなんだのとひどいことを言ってしまったかもしれない。悪かった。そうか。で、幻覚症状は治ったのか？それはよかった。安心したよ。で、さっきのことを改めて詳しく聞きたいんだが。そうか。やはりまだ君は。とにかく早く家に帰った方がいい。それでゆっくり休むんだ。もちろんだ。ロケットを拾ってくれて本当にありがとう。ル、ル、ル。あの、大丈夫？一人でずっとブツブツ言っていたようだけど、しかも笑っているあたりすごく怖かったんだけど。ル？アス、一体誰に向かって。
腹立つんだけど。だからやめてって言ってるでしょ、その人妻って言い方。大地、結婚しているからって何を言われてもいいわけがないでしょうが。やよ、あの人あんまり好きじゃないんだもん。嫌なものは嫌なの。別に私が好きで結婚したわけじゃないんだから仕方ないでしょ。絶対騎士になれるって豪語していたわよね。ということは当然。笑ってごまかさないでよ。ほらほら、じらさないで早く言いなさいよ。やだ、今度はだんまり。その反応ってまるで落ちた人みたい。落ちたの？もしかして。ところが無性に哀れみを誘うわ。まあでもいいじゃないの。試験に落ちたのも一種の神の啓示よ。ええ、きっと間違いないわ。だからアスに騎士になるなっていう。私は正直そう思うの。実は私前々から思っていたんだけど、騎士なんてアスには合わないわよ。だってほら、騎士の務めっていうと危険なものばかりでしょ。アスまでお父さんみたいになったら。それにほら、騎士っていうのは礼節を重んじるものでしょ。アスってそういうのが嫌いだし。ほら、向いていない。ねえ、それに分かってる？本当に騎士っていうのは危険なのよ。この間のマルクース砦の話だって聞いたでしょ。ひどかったらしいわよね。3日目は戦場からは負傷した兵士のうめき声と神への祈りの声がずっと聞こえていたそうよ。
バス。真面目な話、戦に出るような職になんてつかない方がいいわ。だからこれをいい機会だと思ってまた考え直してね。変なところで頑固にならないでよ。とにかく今日はもう家に帰るわ。本当にいい加減遅くなってしまったから。うん、いいわ。それより早くルフィーナのところに帰ってあげて。あの子、兄様がなかなか帰ってこないって心配してたわよ。ということで、じゃあね、バス。今すぐに。にゃー、ルー。大丈夫です。階段で足を滑らせただけですから。ちょっと待っててくださいね。今すぐに行きますから。いたた。兄様、もうこんな遅くまで何してたんですか？心配させないでください。大丈夫です。やあ、兄様のエッジ。それより入団試験どうでした？もしかして落ちていたりしません？落ちたんですか？違うんですよ。落ちて当然とかそんなことを思っていたわけではなく。もういじめないでください。そうじゃなくてですね、ただ、さっきからちょっと嫌な予感がしていまして。いつものです。今朝は全然そんなことなかったんですけど、突然る？あの。
茂ってる。ふわふわしてぷよぷよしてて、なんてかわいいの。で、はい、兄様、ミルカってこの子のことですか？ルフィーナよ。ドゥー兄様、どうしたんですか、この子は。え、じゃあこの子も騎士を目指しているんですか。へえ、見かけによらずたくましいんですね、イルカって。入団試験で会ったって。迷宮というと、この子は魔物？ルーあら、首を横に振ってる。本当にいるんですね。今まで物語の中のことだけだと思っていました。ドゥー、やっぱり可愛いから。でもミルカって今までずっと迷宮に？行きましょう。いつも通りお背中をお流ししますから。